もうでもね、もうエクステ一回付け替えたいからね、一回ショートカット時期になるかも。もうすぐ。ちょっと一回ショートカット時期になっちゃうかもしれません。うん。雫公園出るんだね。だってそうなの、雫公園出ます。雫公園13日に急にそう、研究生の公演ができなくなったので、雫公園になりました。うん、そう、言いたいこと言っちゃうじゃん。だってそうですよ、ぜひ皆さん待ってますよ。そう、待ってます。あっ、雫公園はもうこの前ぶりで、私も昨日の夜聞いて、なんか雫公園になりましたって聞いて、あれって私出るのかなって思ってマネージャーさんにすぐ連絡したら、一応今出る予定ではいますって言われて、なんかそう、出る予定でいますって言われて、すいません、そう、出る予定ではいますって言われて、嫌だって聞かれて、そう、その別に嫌とかじゃないけど、そう、まあ聞かれて、でも私夜から、そう、聞かなそう、夜から舞台のなんか配信みたいのがあるので、そう、そっちもあるんですけれども、皆さんどっちも見てください、ぜひお願いします。うん、うん、お代理のサイン入りキラキラ生写真が当たったよ。え、嬉しい。なんじゃそりゃ、キラキラ生写真、私そんなん書いたかな、わかんないや、そんなん書いたかな、ちょっと記憶にないわ。そう、まあ記憶にないんですけど、まあなんだろう、どれだろう、キラキラ生写真ってどれだ、サイン入りキラキラ生写真、おめでとうどれだろう、なんかもういろんなのやりすぎて、大事にしてください。そうですね、昨日振り入れだったんですけど、夜になんかね、もうこうやって頑張ってたら、自分のね、手が思いっきり顔、目にこうやって直撃したんですよ。で、めっちゃ痛くて、目に入って、めっちゃ痛くてね。で、コンタクトがポロって取れたんですよ。で、痛いし、コンタクト取れたし、あ、すいませんって、コンタクト一回付け直してきますって言って、鏡見たら、ここにね、赤い血まみみたいなんできてて、目に。そう。で、ビビった。めっちゃ痛かったし、そう。でもなんか朝起きたら痛くなかった、うん、ちょっと全然治った、なんか治んの早っ人間って、うん、昨日痛かったんだけど、え、治んの早くない、そのめっちゃ治んの早い、治癒力すごって思った、そう、よかったです、ありがとうございます、治癒力すごいです、本当に。うん、もうどっち入るのか入らないのか、あんた
はい、すいません、あの猫がちょっと、はい、すいません、今日はちょっと15分配信になっちゃいますが、よろしくお願いします。そう、まあ、とりあえず13日の劇場公演をね、ぜひ皆さん来れたら来てください。で、あと何かあるかな。そう、お話し会も今日までなのかな、お支払いが。ぜひそれを、そう、それ大事らしいので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お試合しました、当たりますようになって。あ、そうで、今日はアイドルファイルの発売日でございます。アイドルファイルの、あの私と千織さんと浜が裏表紙のやつで、そう、ぜひ皆さんゲーム、あのゲームじゃない、ゲットしてくださったら嬉しいです。ゲームする暇ないっすね。だって、いや、さっきまでずっとゲームしてましたもうロストジャッジメントをずっとやってまして、あのチャプターファイナルまで行きました。なので多分今日明日ぐらいで多分クリアします。うん、アイドルファイル明日届きますって。お、ぜひ楽しんでみてください。ゲームめっちゃしてますよ。うん、おほー、どっちなんだい入った、ついに入ってきたよ。そう、はいはいはい、うーん、今日 WBC 見るだって。あのさ、なんか大谷選手がさ、すごい話題じゃないですか。私、あの、私も見たんですけど、映像なんか、おー、どうした、おい、ちょっと、ほい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 、 WBA ね、はいはいはい、ここの上で寝なさい。それで大谷選手がなんかすごい、なんかあの体勢でホームラン打つのすごいみたいな、めっちゃ話題になってるじゃないですか。そう、え、すごい話題になってるじゃん、大谷選手が。だから自分も気になって見たんですよ。そう、でもあれってすごいんだってぐらいあんま知らなくて、野球を。てかもうなんかすごいとかの、なんかもう本当にただもう膝ついてるとか気づかなくて、綺麗すぎてフォームが、え、だから、え、そんなすごいのって思って。そう、だからめっちゃさっきゲームの中でもバッティングセンターで野球しましたし、え、昨日現地で見てきた、だって、え、今日本にいるん。いや、なんかすごい、なんかな、そ、何がすごいのか分かんない、大谷選手の、教えてほしい、すごさを。でも本当に大谷選手がすごいすごいみたいな、すべてが神、すべてじゃね、あれは普通にビビります。すごすぎて説明が難しい、全部すごい、すごっ桁違い、サッカーでいうメッシ、すごっ。だからそのすごさをちゃんと理解したい、理解して上でなんか野球をちょっと見てみたいなっていう。すごいな。
大谷選手今すごいなんかさツイッターとかでもさすぐトレンド入りするじゃないですか大谷選手は。だからえってでそれでさ押してみるじゃん。で動画とか上がってんじゃん。でみんなすごいもうすっごいいいねとかついてんじゃん。えってそんなすごいのってちょ理解したいですね。投げても打ってもすごい。大谷さんのインスタ1万くらいコメントある。マジで私の何倍じゃ。100倍だ。100倍でした。私の100倍。すごいですね。インスタやってんすね。だってあ私やってます。フォロー待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 ってます。大谷さんは顔が小さい。だってまさかの半袖だった。で暑くないですか。暑いからもう半袖でございます。今ね前髪伸ばすか迷ってるんですよね。なんか、伸びてきてんだけど、なんか伸ばした時にやった抱きしめられたらが結構好評で、トムさんの卒業公演の時の抱きしめられたらが結構好評で、だからあーって伸ばしても別に逆にいいのかなみたいな、うん、そう。だってあの日抱きしめられたらよかったよって結構言われたんですよ、うん、そう。あの日お見送りとかでもなんか初めて会った方とかにもなんか抱きしめられたらよかったよって抱きしめられたら成功でしたみたいな結構いらっしゃって、うん、おえーって前髪かなってなんか前髪かなって思って、そう。お、ボタン？ボタン？で体型？前髪かな。お。今日ラーメン食べた。だってなんでわかんの。なんでわかんの。食べたんだけど怖い。今日ラーメン食べた。お、15分経ちました。皆さんすいません。皆さん今日はちょっと短いですけども配信させていただきました。ではまたメール送るのでメール取ってる方はぜひお願いします。ということでおランキング読みます。いきます。13位ホワン、12位マコピー、11位ヒノト、10位ヒロノリアットグンマニア、9位 YS73 アットポコルーティーン、8位筋肉愛好家、7位経験3500、6位中堅、5位サトちゃん、4位ごめん先生、3位ひとくまさとる、2位クマティ、そして1位はマーアットおだし。ありがとう。ということで、じゃあまた明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。